なんか洗濯物とか畳みたいもん、台湾男の。さっさっさっさ、洗濯洗濯、雨が降りそうだ。やばいやばいやばい。よいしょ。地獄の暑さが。今台湾もうすぐで1ヶ月経つんだけど、もう本当に本当につくづくつくづく動画をこう一人で撮りながら、ああ寂しいと思うわけ本当に、ああ美味しいとかって思ってこうやって動画回してるじゃん。わ、今日何出てくるんだろうとか、麺とかスル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 すりながらね。でこうやってみんな、まあ、食べてるわけよ。でわあ最高だな、美味しいなと思う気持ちと一緒に、ここにああ寂しいっていう、なんか早く台湾人の彼氏が欲しいわっていう気持ちが同時に湧いてくるっていう、そんな日々を送っておりますっていう感じなんだけれども、なんとなんと早いもので今回1ヶ月の予定で台湾来てて、もう実は来週ね帰国っていうか帰るので、またすぐに戻ってこようとは思ってるんだけど、あのね、まあね、一番最初の動画でさ、まあ、なんで台湾行ったのみたいな、台湾移住みたいな動画出したんだけど、その時にやっぱり台湾って、あのその時も言ったんだけど、同性婚できるってやっぱりめちゃくちゃ大きくて、まあ、それが本当に本当に、まあ、9割近くがそれをなんか目的でもないけど、その思いが強くて今回台湾に来てて、台湾行くのって友達に言われて、え、パートナーできたのとか言われたんだけど、実際パートナーはおりません、おりません、おりません。なので、まあ、台湾に来たからといってパートナーがすぐできるわけでもないし、台湾に来たからといってすぐに結婚できるわけではなくて、まずはやっぱりパートナーが必要というところにはなるんだけれども、じゃあこの1ヶ月実際どうだったかっていうお話を今日はしようと思います。だってそこ気になるでしょ、あの話したいもん僕も。なんかさ、なんか日本にいる時だったらさ、なんかこんな人いるんだよねとか、その恋バナみたいなのでその地元の友達とか、まあ、こう会った時にさするんだけどさ、まあ、やっぱりさこっちに地元の友達いないからさ、そういう恋愛話みたいな、男話みたいなの最近この1ヶ月はできていなかったので、ぜひこの機会に皆さんにお伝えしようと思うんだけれども、この1ヶ月何かあったかっていうと、ちゃんちゃんちゃん、ゼロです。ないわけないわけないの。ちょっと言い訳させてもらいますけれども、やっぱり語学ができないのが大きな問題だと思うんですよ。なのでまあ勉強してるんですけれども、やっぱり言語だよね。やっぱりこう言葉の、こう言葉の意思疎通ができないとやっぱり難しいじゃん。で、まあアプリ、やっぱり基本アプリだと思う、うん、日本もそうだけど、こうアプリとか、あとなんか台湾のゲイクラブっていうのかな、ゲイバーみたいなところも行ったんだけど、まあ、結局アプリにしててもさ、まあ、なんかこの顔見て、これ誰もいないよね、びっくりして、なんかすごい、なんか音するからすごい人いたらどうしようと思ったんだけど、まあ、アプリするじゃない。で、まあ、アプリしてなんかその人の顔見て、まあ、いいないいなとか思うじゃない。で、まあ、そこにやっぱりこう中国語でこうやってプロフィール書いてあって、まあ、それをコピペとかして、なんか翻訳アプリみたいなのにこう、なんかペーストコピペみたいなのをすると、なんとなくこの内容って分かるんだけれども、じゃあ実際そこからいいなと思ってアクションを起こすわけ。なんかこうハートマークを送ってみたりとか。でもそこからのやり取りって結局は中国語もしくはまあ英語でも、まあ、そんなにやっぱりなんていうのかな、続かないわけよね。だからなんかハートは結構送ってるんだけど、なんか会えないよね、会えないよね、なんでか知らないけど。なのでもうね、本当になんか、まあ、1ヶ月ね今回来るって決めた時に、まあ、できそんな簡単に、だって日本で7年間いなかったのが台湾来ていきなり秒でできるわけはないと思っていた気持ちは本当あるんだけど、どっかどっかどっか何パーセントかはなんか運命的な出会いしたらどうしようとかっていう気持ちもあったんですけれども、まあ、今回は残り1週間を切ってございませんので、まあ、そんな感じかなと思います。なんかほじゃこうやって同性婚できるようになった社会じゃん台湾って、2019年から。じゃあ実際なんかこう台湾来てみて、なんかうわやっぱり結婚できるんだな的なことを実感する機会があったかっていうと、そんなに言ってやっぱりまだないんだよね。その街中で、まあなんかそのゲイクラブとかゲイバーとか、いわゆるシーメンって言われる、そのなんかこう日本でいうと2丁目的なそういうエリアに行くと、まあ、男性として繋いでるっていうのは見るけれども、まあなんかやっぱりまだそんなに、そこまでなんか、わあやっぱりこの国結婚できるんだ、めちゃめちゃ変わったなみたいなのはまだない。うん、正直ないのね。
でもこの前ね会社行った時にその会社の、台湾の、方、日本の会社の、台湾支社なんだけど、まあ、そこにいらっしゃる方は台湾の人で、それ聞いてみたの。実際なんかその台湾って同性婚できるようになってなんか変わったなって思うことありますかみたいなインタビューをしたの。そしたらあの以前よりもその自分家のあのなんていうのかな、そのマンションとかで男性同士あの手つないで犬の散歩してる姿見ますよとか、あの街中でも昔だから比べて、そのいわゆる前から比べるとなんとなく電車の中とかで男性同士とか女性同士のカップルの人よく見かけますよみたいなことは言っていた。台湾が2019年にできるようになって、なんとなく自分の中の感覚的になんかもうなんていうの、結婚できるようになればもう次の日ぐらいからなんか社会ってガラッと変わるってなんとなく思ってたの。でもよくよく考えるとそんなわけはないと思うんだけど、でもなんか結婚できるようになって、はい翌日からすごい変わるぞみたいな感じだとはなんとなく思ってて、でもなんか4年経ってみてなんかこういうのってやっぱり徐々に変わっていくんだろうなみたいな、なので今回来てみてそんなになんか同性婚できる社会になったんだっていうのを本当になんかめちゃめちゃ感じてるっていうわけではないし、でもやっぱりその昔からっていうか台湾に住んでる人たちっていうのはちょっとずつちょっとずつそうやって同性同士のカップルを街中で見かけるようになりましたみたいなことをなんかこうおっしゃって言ってくれてたから、なんかまあ考えればそうなんだけれども、なんかやっぱりこうやって徐々に徐々にこの社会っていうものは変わっていくんだなっていうことはすごい勉強した。なので話を戻すけれども、なのでいきなり台湾に来たところでできないのは、まあ、仕方がないっていうところだとは思う泣きたい。ちょっと思ってたじゃん、なんか行ったら運命的な出会いがあってなんか来年ぐらいに結婚します動画とかサムネでこういう動画、なんか洗濯物とか畳みたいもん。台湾男のアプリは使ってる、もう全種類ぐらい使ってる。台湾の友達に聞いて、なんか台湾でそのいわゆるメジャーなアプリってゲイアプリって何みたいなのを聞いて全部入れて全部使ってる。なんかさ、これゲイアプリともしかしたら男女のアプリって違うのかもしれないけど、今僕が使ってるゲイアプリっていわゆる自分がアプリ広げるじゃん。そうするとなんとなくそのなんとなくというか GPS で自分の周りにいる人がこう順番順番にわわわわわって出てくるの。なので、まあ、家の周りずっと置いとくとさ、やっぱり出会いはその家の周りの人しかいないから、だからいろんなところになんかなんていうの、散歩とかご飯食べに行くとかなんか買い物とかに行くと、もう常々その場でその場でなんかアプリを広げてじーっと見てるっていう、そんな最高に楽しい時間が続いてるんだけれども、ということで人が来たのでちょっと一旦休憩します。人来てビビったわいきなり。ちょっと待って、もう呼ばれた気がする。あのね、ちょっとプチ情報入れとこう。プチ情報いらないか。あのね、台湾の、このコインランドリーはあの洗うやつ、あの乾燥機じゃなくて洗うやつ、洗うやつが僕は一番台を使ったから120元なので、かける 4.5 ぐらいで、まあ、この金額を計算できないけど、なので多分日本と同じぐらいじゃないかな。で乾燥機は、6分で10元なので45円ぐらい。でも本当なんか来てよかったなって思った。今回旅行で来るのと住むのって全然なんか行く場所も違えば、なんか見える景色とかなんか全然違う。だから最初になんか1ヶ月で今回来る予定で、いきなりがっつり全部移住っていうと、なんかこれまで旅行できてて台湾最高大好きっていう気持ちだったけど、まあ実際やっぱり旅行で行くのと住むのって違うと思ったから、まあ様子見みたいな感じで1ヶ月今回来てみたっていうのもあるんだけど、なんか来てみて知れば知るほどっていうか、住めば住むほどすごい好き。はい、台湾の男も好きまあ台湾の男も好きっていうか、台湾の男何も知らないくせに台湾の男を語るなと言われそうなんですけれども、台湾のなんか方のアプリを見てる限り、台湾人の方の顔の、方の顔が好きっていうことです。はい、あとすごい考えたの、僕さやっぱり結局っていうか、まだ日本語しか喋れないし、まあ中国語全然喋れないんだけど、台湾でこうもっとこう認知度が上がれば、日本から来たゲイの YouTuber で可愛い YouTuber のカズエちゃんっていう人がいるらしいよっていうところで、
もしかしたらこう何かが起こるんじゃないのかと、パキーンっていうこういうこうやってパッて開くんじゃないだろうかって、こうやってパッて、あピーってなったけどね、中国語できないけどサムネ中国語にしてみようかなとか、中国語のサブタイトルっていうのかな、んていうの、あのコメントじゃなくて、なんていうの、あの字幕入れてみようかなとか、いろいろちょっと思ってるの。はい、ちょっと待って、すごい時間かかるので、あまり時間を無駄にしたくないので、速攻ちょっと入れ替えてきます。ちょっとサムネ後で撮ろう、今じゃなくて乾燥機にも入れたいと思います。まあそういうこと、もう終わるわ、もう多分あと6分ぐらい、まあ、あとさっき6分だったからあと2分ぐらいだと思うけど、まあとりあえずこの1ヶ月間で、お出会いは今のところございませんでした。なので早く洗濯物を一緒に畳んでる動画を次回はアップしていければいいなと心の底から思っております。はい、ということで皆さん、今回の動画はこれでおしまいで、それでは皆さんまたね、また見てね、バイバイ。あ、台湾人の方で可愛いと思ったら、ここにインスタグラムを貼っときますので DM をください。サイチュエン。